戦艦ネームシップアイオワよ。最強の戦艦として司令官を支えるわ。もちろんプライベートでもね。主賓はあなた。さあパーティーの始まり。プロヴァンス型戦艦ネームシッププロヴァンスだよ。僕のことは気にしなくていいから、みんなを見てあげてね。僕の後に大工事よ。ウォークランです。クランとお呼びください。そのあだ名で呼んでもらった方がすぐ仲良くなれると思うので。私に任せれば万事オッケー。うん、任せておいて。私も入っていいの？はーい。任せておいて。
陣形を変えます。最適な陣形に変更します。陣形を変えるわ。最適な陣形に変更します。最適な陣形に変更します。陣形変更、ダラダラしない。最適な陣形に変更します。お疲れ様、戦闘終了ね。金の海域から大型アビソールが移動後の残留エネルギーを探知しました。目標に近いわね。追撃を続行しますか、司令官。了解。高速航行モードのまま追撃を続行します。やっぱりリットちゃんかっこいい。もう作戦中だってば。はいはい。
陣形変更、ステップを踏んで軽やかに。よし、陣形変更。陣形変更、ステップを踏んで陣形変更、ステップ陣形変更、ステップを踏んで軽やかに。総員、私に続きなさい。位置を変えるのね。陣形変更、ステップを踏んで軽やかに。攻め時であっ、爆撃や。見せたり、うちの実力を食らい尽くすのだ。七面鳥やなんて言わせへんで。食らい尽くすのだ。幕切れであるな。目標の進行阻止に成功しました。殲滅作戦に移行できます。司令官、ご命令を。命令を確認。作戦開始。ねえねえリットちゃん、この作戦が終わったら基地に戻って久しぶりに一緒にのんびりしようよ。いいでしょリットちゃん。ねえ。はいはい、わかったわかった。もういつまでも子供なんだから。やったー、リットちゃんのこと大好き。いいから、今は真面目に戦って。敵艦を捕らえたか。攻め時である。私どもを敵に回したこと後悔させてみせよう。食らい尽くすのだ。どこでもイノシシ。私に傷をつけたか。面白い。私に傷。位置を変えるのね。
私に傷をつけたか。面白い。隙が見えた。貫く。この熱招待。あっけない幕切れであるな。私は作戦報告が残ってるの。報告だったら私も手伝ってあげる。遠慮しとくわ。あなたと一緒だと作業時間がいつもの3倍になるから。危ない。なんなのこれ。ちょ、やめ。リットちゃん、ここに行くの。リットちゃん、司令官、私の自由出撃申請を許可してください。どうして許可してくれないんですか。確かにリットちゃんがどこにいるのか分かりませんけど、だけど私は諦められないんです。私のせいでリットちゃんは。行動命令、どういうことですか。第3エリア第2作戦基地に命ずる。特務艦隊を派遣し、初の感染個体リットリオの捜索および確保、任務遂行を支援するためモナコ衛星基地の作動回復を優先に行う。って、もう計画されてたんですね。はい、司令官、特務艦隊ベネト出撃します。We'll be right back.
敵艦を捕らえたか。攻め時である。私どもを敵に回したこと後悔させてみせよう。どこでもイノシシ。私に傷をつけたか。面白い。切れであるの。あなたがキャップ任せておいて。よっしゃ、任せた。うん、任せておいて。
準洋館古高です。いろいろ司令官さんは大変だろうけど、大人のお姉さんが来たからにはもう大丈夫よ。狙え、前方に敵あり。ねえ、お姉さんを選ぶと得点がいっぱいあるわよ。僕別にいいけど、僕別にいいけど、敵艦を捕らえたか。攻め時である。私どもを敵に回したこと後悔させてみせよう。行け我が翼たちよ。そろそろ昇天の時間かな。え、どこでもイノシシ。見えた、貫く。私の手法で一網打尽よ。痛い。位置を変えるのね。その作戦で力なら負けないんだから。
私は戦艦のビットリオ・ベネトよ。仲良くしてね。スキルを解放させる船姫を配置し、必要な素材を追加するとスキルを解放でき、もっと素敵な私が見たい。ハラショーン、スキルを解放しましたね。戦闘でスキルを試してみましょう。Thank you.
第3エ悪いタイミングに来ちゃったなぁ。私はカボット注意、今回の技術サポート担当役よ。いきなりで悪いんだけど、ちょっと謝らないといけないことだ。君の到着もうしばらくかかるかなって思って、有敵装置を起動してサクサクっと終わらせて君の負担を減らしといてあげよっかなって思ってたんだけど、だから多分あと5分くらいでここはアビソールの大軍に囲まれちゃったりするかな。ちょっとちょっと、それを先に言ってよ。一番肝心なことじゃない。何よ、伝わったからいいじゃん。ってこのちっちゃいの誰？ちっちゃいとか言うな。とにかく急いでこの場を切り抜けないと。ちっちゃいのとお話もできないよ。私が全てを平らげる。共に参れ。敵艦を捕らえたか。攻め時である。私どもを敵に回したこと後悔して喰らい尽くすのだ。どこでもイノシシ。私に傷をつけたか。またドッグオプリになった。もう手加減。私に傷をつけたか。何してくれちゃってるのか。どうやら今日は良き日のようだね。月神手法発射よ。私が全てを平らげる。共に参れ。
私が全てを平らげる。共に参れ。私が全てを平らげる。共に参れ。私どもを敵に回したこと後悔させてみ、食らい尽くすのだ。フォーメーションはとっても大事よ。行け、我が翼たちよ。を結ぶんだ。花火を派手に上げるわよ。傷物になっちゃうの。ただ進撃あるの。どこでもイノシシ。私に傷をつけたか。面白い。隙が見えた。花火を派手に上げるわよ。花火を派手に上げるわよ。
一歩一歩着実にですね。ドックから出られるのね。よっしゃ、任しとき。はいはいよ。お姉さんを選ぶと得点がいっぱいあるわよ。
敵艦を捕らえたか。攻め時である。私どもを敵に回したこと後悔させてみせよう。私に傷をつけたか。面白い。ちょっとで私に傷をつけたか。面白い。横綱イノシシ。あっけない幕切れであるわ。駆逐艦ボークランです。クランとお呼びください。サボットだっけ。ねえ、この道本当に一番安全なの？科学を信じなきゃ。計算だとこの道が遭遇するアビソールの数が一番少ないってことになってるかな。ふん、そんなことも計算できるのね。でもどういう原理なの？うん、占いに基づいて。どこが科学なの？もしかして私に喧嘩売ってたりする？ほらほら、そんなこと言ってると後ろから敵に囲まれちゃうよ。逃げ。その作戦で行くのか。フォーメーションはとっても大事よ。フォーメーションはとっても大事よ。フォーメーションはとっても大事よ。敵艦を捕らえたか。爆撃や！見せたき！行け、我が翼たちよ。
かったね。それにしても特務艦隊の皆さん強い強い。ここまで大型のアビソールをこんなにサクッと仕留めちゃうとは。ついでにあなたも片付けてあげてもいいのよ、占い師さん。ちょっと待って、警報が。前方に高エネルギー反応。方向は2時、そろそろ目視できる距離にいるはず。私が全てを平らげる。共に参れ。私が全てを平らげる。共に参れ。私が全てを平らげる。共に参れ。敵艦を捕らえたか。攻め時である。私どもを敵に回したこと後悔させて喰らい尽くすのだ。この程度。四方用意、目標が見えたか。この程度。私の手法で一網打尽よ。この程度。手法発射よ。契約が。どこでもイノシシ。ちょっとでも私に傷をつけたか。面白い。何しに私に傷をつけたか。見えた。貫く。この大砲は見かけ倒しじゃないのよ。礼を契約の後再戦を誓う。あっけない幕切れであるな。司令官、改造する船姫を配置してください。
素材が足りていれば改造を行えます。その代わり、thank you.